はい、やっていきましょう。新しの絵224日でございますけども、寒い、もう冬の朝になってしまっている。寒いよ、冬の朝は寒いよ。霜柱が立っとる。もうここ数日急に寒くなってから、なんか春菊も勢いなくなっちゃった。葉っぱがもうやられちゃってるんじゃないですか。春菊じゃない、春菊じゃない、春菊はまあまあまあ、まあ、大きくなってないんだけど死んではないか。春菊はいいわ。野沢菜よ、野沢菜が葉っぱがなんか大丈夫か君ら、ね、倒れてるもんね。いや寒いよこのところ、急に寒い。ネギぐらいか元気なの。あ、そうか、あともう一つ、ほらほら、まあ先週見た時はなんかここ一個だけって感じだったけど、このなんかこの茎の伸びるところ全部にこうブロッコリーのちっこいのがいっぱいできてるって感じです。これいっぱい取り出したらめっちゃ楽しいなとは思うんですけどね。いやでもあの辺も茎曲がってるもんな。寒いわ、冬は冬は寒い。まあ、ご覧の通りうちの畑ってはこうこういう風に結構ね、あの日陰が大きいのでね、植物にとっては冬の植物にとっては過酷な状況だと思うんですけど、まあ、頑張って大きくなっていただくしかないですね。普通の畑よりも過酷な状況かもしれない。寒い寒い。でもね、柚子はいい感じなんですね。ほら、柚子はできてる。柚子はできて、痛い。知ってます？柚子ってこんなにこう、トゲが、触ろうとするとこんな、鋭利なトゲがあるんです。はい、まあいいや。今日はね、出かけないんですけどね、家で一日、ビデオ学習をしなくちゃいけない日なので、しんどいですが、まあ、やっていきます。ほなまた。